ここでせっかくですので、今日登場のチアドラゴンズに一人ずつ自己紹介とご挨拶をしてもらいたいと思います。じゃあ、はい、こちらからお願いします。皆さんこんにちは、チアドラゴンズの清水かすみです。本当にこのステージで、このメンバーは最後の最後のステージなので、最後まで全力で踊りたいと思います。そしてもうすぐ始まる2012年もチアドラゴンズとドラゴンズの応援をよろしくお願いします。かすみちゃん、皆さんこんにちは。こんにちは。チアドラゴンズ2011の松井杏子です。本当にラストになってしまうんですが、ステージはまたどこかで会ったら気軽に話しかけてください。この後を楽しんでいてください。こんにちは、チアドラゴンズ2011の土屋かよです。2回目のステージにもかかわらず、こんなにもたくさんのお客さんに来ていただき、本当にとても嬉しく思います。ありがとうございます。あと数曲ですが、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。かよちゃん、皆さんこんにちは、チアドラゴンズ2011鈴木理恵子です。本当にみんなも言ってるように、このステージが2011でできる最後のステージです。本当にたくさんの方に見に来てくださる、たくさんの方にお越しいただいて本当に嬉しいです。本当に最後まで全力で、この、ちょっと暖かくなってきたんですけど、ちょっと寒い風も吹き飛ばすぐらいの元気なパフォーマンスをしたいと思いますので、皆さん盛り上がっていってください。お願いします。りえこちゃん、皆さんこんにちは、チアドラゴンズの金地ひろです。本当にもう今日が最後ということで、みんな何回も言ってますけど、はい、もうあと10日くらいで2012年のシーズンが始まってしまうということで、あっという間に過ぎてしまいましたが、こうして最後の最後まで2011年チアドラゴンズとして活動ができて、私たちとても幸せに思っています。これからもドラゴンズ、そしてチアドラゴンズの応援をよろしくお願いします。チーカー、はい、ありがとうございました。それではチアドラゴンズにはこの後後半もダンス見せてもらいますので、次の曲の準備よろしくお願いします。今からドアラと、ドアラさん、ドアラさんも帰らないでくださいね。ドアラと一緒に少しクイズでお楽しみいただきたいと思います。ちびっこのお友達、とっても簡単なクイズを出しますので、お答えが分かったらはーいって大きな声でお姉さんとドアラに知らせてください。もちろん答えて正解してくれたお友達にはドアラからのプレゼントもありますからね。それではやってみましょう。ドラゴンズクイズ第1問。まずはドアラに関する簡単なクイズいきます。ドアラが普段名古屋ドームで見せている得意技は何でしょうか。知ってる友達、はーい、はい、たくさんいますね。じゃあ一番最初に手を挙げてくれた黒いトレーナーの、はい、僕に聞いてみたいと思います。じゃあ前でステージに登ってもらおうかな。